男子が仁の志を受け継いでいるぞ。来たな、兄者。ここまで。ああ、あと一歩だ、玉徳。最後に敵するは、やはり曹操殿でござったな。ああ、雲長。やつこそが乱世の元凶であったのだ。嬉しく思う、雲長、玉徳。あ？どうした急に。我ら三人揃って今この時を迎えているのだ。あの日の誓い果たせたな。そういうのはこの戦に勝ってからにしようぜ。うん、さあ行こう。乱世の向こう、新たなる時代へと。曹操を倒し、乱世を終える。戦いだ。奮戦せよ。これで何かの敵は、それで何かのこちらへ向かっています。それで何かの不毛流星、我らが不利になります。それで何かの敵は、それで何かへ向かいます。流星様と一緒、これで何とか敵の援軍を邪魔なひげとして、だそうだ。今日は私たちも共に父上の手伝いをしよう。はっ、この私が竜となって先陣を駆きましょう。敵の要所を落とす。みんな続け。知らぬ素人と見える。私の策、受けてもらう。来たか、寂しいんじゃのう。これでここからは敵さんは来られないよ。さて、もう一箇所も封じちまうかね。竜禅様、お見事な戦ぶりです。上司流感激しました。
ここも抑えれば援軍は来られないよ。さあ、さっきと同じようにやっちまおうかね。俺がやる。
頼りがいがあるって感じです。私の策受けてもらう。ゾーアスが来ると思ったら敵かよ。ならこっちも火を吹いてあれを壊そうか。おや、あれは何だろう。銅像のようなものから火が出ている。おお、素晴らしいご活躍。先に進めるよ。もうちょっと、こっち諸葛亮たちとも合流できそうだね。父上もその辺りまで来ているのか。お怪我などされていないと思うのだが。散歩は楽しいの。まったく、ご苦労だ。孤独に愛してる一人の可愛すぎる。悩まないでほしい。手加減は難しい。私の策受けてもらう。平穏な世のためにというのが仕方ない。戦を知らぬ方が首を貸せ。
てきたわい。若者らの積む時代、君は死ねんの。手加減は難しい。貴様がリーグ、これで何とか。アングと聞くが、なかなかにやるよ。邪魔な男よ。陣などで人を導けるか。断りを示し力で立さねば人は。そうかもしれぬ。だが私はそれでも人を信じたいのだ。ならばやってみるがいい。さらばだ、劉備。さらばだ、曹操。